皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ミスミの新たにようこそ。来ました、こちらが届きました。ということで今回は詩で聞きお茶をせよ。はい、ということでね、今回聞きお茶をしていきたいと思います。今回の聞きお茶は、あやたか、いえもん茶、おいお茶、そしてなんなん茶、はい、いっぱい、こい、おいお茶、おいお茶が2つあるね。でも濃いのね、なるほど。はい、ということでね、こちらの5種類のお茶をまず試飲していきたいと思います。色の方を見てもらうと、まあまあ色で判断できちゃうので、試飲の時はね、今普通に飲みますが、本番はちょっとね、アイマスクをして挑戦していきたいと思います。ではまず濃い多いお茶からいきたいと思います。あ、匂いも結構、いやこれはね、わかると思う。渋みがある。いや絶対わかると思う、ちょっと自信ある。生茶いきたいと思います。匂いも味も比較的まろやか、さっき濃いのを飲んだからかもしれないけど。では次、濃いお茶いきます。うん、茶葉の味がすごいするし、匂いもするんだけど、でもやっぱり濃いお茶の方が、だいぶ渋みがあるからわかると思う。では次、イエモン茶、これがすごいね、一番色でわかりやすい。あー、でも味はわかんないかもしれない。薄いんだけど、生茶よりはちょっとほんのり渋みがあるかなぐらいなんだよね。では最後、あやたかいきます。選ばれたのはあやたかでした。イエモンと生茶、ちょっと薄めのやつが心配だけど、まあいけるでしょう。普段は何なの？普段は結構ね、私あやたかも好きだし、生茶も好きだし、多いお茶も飲むし、イエモン茶も飲むのよ。あんまりより好みせずに、なんかその時の気分で。なのでちょっとね、あやたか間違えないようにしたいと思います。早速やっていきたいと思います。はい、ということでね、今目隠しをした状態で5つのお茶を飲んでいき、聞きお茶していきたいと思います。ではまず1つ目からちょうだい。ええ、あー、まろやかな。この匂いはなんかね、生茶みたいな感じの匂いがする。いや違う、これは多いお茶の濃くない方。ちょっと飲みます。これ濃いお茶です。うん、濃い、濃いお茶。自信あるかも。これ今のは絶対合ってる。ちょっと色がまだ。うん、これは多いお茶の濃い方じゃない方、普通のだと思う。ね、あえたか間違えないようにしたいと思います。B。多分若干イエモンっぽい気がする。最後の飲んだら分かると思う。あ、こっちがイエモンか。ちょっと待って、うん、イエモンかを、あの生茶かで並んでるの。こっちがイエモンで、さっきのが生茶にします。待って、もう一回最後のだけ。ちょっと違う気がするな。でもよく飲んでる味がする。なので、A もう一度いいですか。はい。B はもう確定。B は絶対的に、あの濃いお茶、濃いお茶、濃いお茶の濃い茶。
違うよ、これ綾鷹じゃないよ。こっちが家紋でこっちが綾鷹にする。 A が家紋茶、 B が濃いお茶で、 C が普通の多いお茶。綾鷹間違えないようにしたいと思います。チャンネル登録、通知ボタン、Twitter のフォローなどよろしければお願いします。